はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。どうも、わさびです。前回、ネットで購入したアクアグッズということで、いろいろ紹介したのですが、今回は、それらを使って、南沼エビ水槽のエアレーション強化をやっていきたいと思います。夏ということもあって、どうしても水温が上がりがちなので、エビちゃんたちに、より快適な空間を提供できたらと思っています。では、行ってみましょう。まずは、今回使うグッズの紹介から、エアレーションに必須のアイテム、水作さんの水深 3S。チェックスさんのソフトチューブ白 4.5 メートル。気泡を細かくしてくれる、アンビリーバブルエアユータイプ。チェックスさんのキスゴム、の4点で、やっていきたいと思います。では、それぞれ開封していきます。まずは、アンビリーバブルエアユータイプ。上の白い部分は、エアストーンみたいな感じでザラザラしています。で、よく見てもらうとわかると思うのですが、少し汚れみたいなのがついているんですよね。これは、洗っても落ちなくて、内側についている感じでした。水槽の中に入れてしまえば見えなくなるので、あまり問題ないですが、気になる人は気になるかと思います。わさび的には、全く問題ありません。どうせ汚れるものなので、って感じですかね。あとは、付属品のキスゴムがついています。パイプの部分に装着する感じです。次が、水作さんの水深 3S。多くのアクアリストが使用しているので、今更感はありますが一応紹介しておきます。このちょこっと出ている部分に、チューブをつないで使用します。またよく見るとわかるのですが、強、弱と書いてありますよね。この水深 3S は、エアー量を調節できるタイプです。少し硬いですが、こんな感じでぐっと回すと、調節することが可能となっています。あとはちょっとした説明書が入っています。裏には電気料金なんかも書いてあります。1ヶ月、24時間利用した場合で、50円から60円なのでかなり激安な感じです。次がソフトチューブです。水深にはエアチューブがついていないので、購入するのを忘れないようにしてくださいね。では少し、くんかくんかしていきたいと思います。なんとも言えない香りがしますね。まあ、こんなもんでしょう。最後がキスゴムです。真ん中に滑り止めみたいなひだがついていて、最初、これうまく通るの。って思っていたのですが、スムーズにチューブを通すことができました。値段もお手頃だったので、購入してよかったかなと思います。色合いも透明なので、いい感じです。商品の詳細については、概要欄に貼っておくので、興味がある方はチェックしてみてくださいね。では、それぞれを組み立てていきます。まずはポンプとチューブをつなぎます。こんな感じで、ぐい、ぐい、ぐいぐい、と深くまで挿入すれば OK です。ここは心置きなく、奥までやっちゃいましょう。次は、アンビリーバブルに接続していきます。これはガラス製ではないので、ある程度乱暴にやっても大丈夫だと思います。ですが、わさびは小心者なので、壊れないようにゆっくり優しくね。意外とサイズがぴったりなので、しっかり固定してやらないと、難しいです。ざっとこんな感じです。今は説明のために軽くしてますが、もう少し深く入れた方が良いと思います。そこら辺は好みもあると思うので、やるときはいろいろ調整してみてくださいね。では、機材を水洗いしてから、設置していきたいと思います。はい、エビちゃん水槽に、設置完了しました。すでに一匹、興味津々のエビちゃんがいます。エビって本当に、新しいもの好きですよね。そこがまた可愛いんですけどね。では、スイッチを入れていきたいと思います。スイッチ、オンヌ。お、来た来た。思ったより、泡が細かくないかな。まずは、エアー量の調整から。これが最大。これが最小です。泡がとても細かい感じで、値段もお手頃で、見た目もおしゃれということで、
購入したのですが、こんなものですかね。チューブの間にコックや調整する器具をはめれば、もう少し細かい泡を出すことができると思います。水深に直接つないで、エアー用を最低にするとこんな感じなんですね。また、いくつかの水槽に分岐することでも、エアー用は減らすことができるので、使い方次第って感じです。今回のわさびの環境では、少し強いって感じですかね。一応、一週間ちょっと、使用してみた感想なのですが、水面の油膜もすっかりなくなって、総合的にはかなりいいです。何より、見た目がガラスっぽいので、わさび的にはお気に入りです。また、エビちゃんたちの活性も上がった感じで、手の動きが速くなり体調も良さそうです。なので、導入して良かったと思っています。道具はないよりあった方が、より快適な環境を提供できるので、総合的には大満足です。エアレーションによる、水跳ねを気にしてより細かい泡が出るものを、と考えていたのですが、水跳ねは諦めて、簡易な蓋を作って使用してます。もしかしたら、そのうち、もう少しちゃんとしたものを作るかもしれません。それはおいおいということで、やるかわからないですけどね。では、少し近づいてみます。他のエアストーンだと、もう少し泡が大きいイメージですが、どうなんですかね。一応、事前のリサーチで、舞姫レベルという話があったので、かなり期待していました。中でエアーが動いているのは、時間とともになくなるので、気にしなくても大丈夫です。上から見るとこんな感じです。結構水跳ねするので、蓋をするか、水面を下げるかのどちらかが必要だと思います。ちなみに、水深の音についてですが、最初はこんなものなのかな、と思っていたのですが、エアー用を調節することで、ほとんど気にならなくなりました。むしろ空気が弾ける音の方が、大きいです。もちろん、エアー用を最大にしたり、置き場所によっては音がすると思います。というか、空気を送るために、本体が振動しているので、全くの無音は不可能だと思うので、あとはどれだけ許容できるかだと思います。以上で、エビちゃん水槽の強化と、水深、アンビリーバブルのレビューを終わりたいと思います。全体的に満足しているので、購入してよかったと思っています。また、エビちゃんの調子も上がっているように見えるので、これからも気長に様子を見ていきたいと思います。では、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録&高評価をよろしくお願いします。また、アドバイスや動画の感想、やってほしいことなどお待ちしているので、気軽にコメント残していってくださいね。わさびが喜びます。では、またねー。